バーはテニスくんです。you
テニスクラブです。爽やかよりなテニスクラブです。爽やか、爽やかカルチャークラブ、コメコメクラブ、おにゃんこクラブ、そしてテニスクラブ。今日は後半トーク長い人が登場すると思うんでガンガンいきます。明日土曜日出る。そして明後日は日曜日。何する？何する？映画鑑賞。お決まりのデートコース。デートはしない。デートの後に何かするでしょ。お食事。はいはい。オッケー。オッケー。じゃあ日曜日に映画見てお食事する人。
ほら、誰もいない。まあいいか。はい、オッケー。まあそんな日曜日、みんなで楽しもうよ。お、楽しもうよ。楽しもうよ。浮かれた日曜日。
そんなわけで、彼女、ナノアこと、あの、ナノビ見てない、あの、今キーボード弾いたんだけど、3ヶ月くらい前に、このバンドもともとベースがいなくて、それはそれで面白いかな、みたいな。でも、ベースやるっていうんで、で、こう、ね、3ヶ月くらい。でも、あんまり練習はしてないのかでも、ここまで仕上がりました。で、そんなナノ、ナノ、ちょっと注目みたい。違う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 。 OK、 そんなこんなで僕に
ですけど、カモン。
サマーズが。どうも、あの1年ぶりのスミスですみたいな、スミスでもよくわかんないかもしれないですけど、1年前にあのコンドンブータスっていうバンドがありまして、ちょっとそこでボーカルやってて、ちょっと今日こういういでたちで登場したんですけど、まあそんなあんま関係ないですね。関係ある、関係ある、関係あるのかないのかよくわからないミッシングですか。でも今日は金曜日だね、明日は休みだぜ。君たちのあの僕の壁、ここの壁、そこの壁なしにして、ちょっともう関係なしで、ちょっと今日楽しんでてください。今日はあのひどい夏だけど、みんなびしょ濡れになって、男も女も濡れて帰ってください。まあ、的なベイベイです、すいません軽く済ませて、すいません OK。 じゃあまあ夏ってことで、ちょっとこの曲をちょっと送りたいかなみたいな。 OK。 俺も皆さんも生きてると思うんで、ちょっと明日も生きていこうみたいな、ちょっと元気な曲をちょっとやりたいと思ってるんで、ちょっと聴いてってください。カモンな、
オーケー。この後もちょっとテニスグループあと1曲やるんで、皆さんあの気を入れないでグループしておいてください。オーケー、テニスクラブ、レッツカバンナ。じゃあラスト行くぜ。負けねえぜ。まあまあちょっと負けねえぜ。っていうか負けてる。弾丸ライダー。Thank you.
最後のホームランは、おやスミスでした。皆さんどうもありがとうございます。楽しい金曜日をグループしてくれた。ありがとうございました。ありがとうございました。ハグ。まだまだ続きます。よかったぞ。よかったぞ。ありがとうございました。テニスクラブの皆さんでした。ありがとうございました。